は森有と白石です。はい、おはようございます。こんばんは、こんにちは。ということで、まあそのキッズたちのなんか遊び場みたいなところ、ちっちゃいこうさあるじゃん、なんかこうお山みたいになってるちっちゃいこうすくうやつ、飴とか昔やったやつ、あれの中になんかプリンセスのなんかグッズみたいなやつが入ってたの。なんかセーラームーンみたいなやつとかがいっぱい入ってて、はぁーと思ってやり始めたら、うん、好き、せーの店開けるでべーよ。そういうのがいっぱい詰まって、これで落とすわけですよ、こうやって。ほら、そう落とすんだけど、このお店の石が全てなくなっちゃったらしくって、やってて、でまあ、それはワイプで出していこうと思うんですけど、ちょっとねこんなにハマって1万円以上やると思ってなかったから、なんかあの動画撮ってなかったのよ。だからあのちょっとだけあのワイプ分は撮ってあるので、それをちょっと見ていただけたらなと思います。こいつらをこれから数えていきたいと思います。私はとりあえずこれが撮りたかったの。全部光るのさ、わー見えない、光ってるの見えない、見えない、あすごい変化してる。え、こいつ何本体を失ってる。お城ということで、これを測っていきたいと思います。 3.1キロ。ではここから早送りでどうぞ。宝石箱よ。白いハートが367個はい。でキーホルダー、そう44個。買い物たちはこれが5個です。はい、ということで535個のゲーセン荒らしをしてきました。これえぐいわ、これえぐいわ。それはそう、ゲーセンの人に今日も石ないっすわって言われたの他の台とかからもう持ってこれると思ったら、見たらね違うのよ石が。やっぱりこの多分この機械は機械で、これお姫様みたいなやつを置いてて、だからなんか違うんだよね。ハートの石とかじゃなかったから、すいませんこの台の石もうないんですよみたいな感じで全て取りましたね。瓶にでも詰めとこうかなと思います。まあ、その模様は違う動画でやりたいと思います。ちょっと果てしなかったんで、これが盛り上がりと、はい、お疲れ様でございます。バイバーイ。